こんにちは。あれ誰も見てない。あ、こんにちは。こんにちは。そのアカウントはなんだ。ミスミーバイシャーリンなので、スミーバイシャーリンさんでもやってます。引きが見れます。引いてるやつがこんな感じです。さあ、やっちゃん、やっほーこんな感じです。こんにちは。こんにちは。集まってますかね。はいはい、じゃあ始めますか。はい、はい、本日ミスミーバイシャーリンと島崎遥さんコラボのインスタライブを開催します。イエーイ。で、ちょっと新型コロナウイルスの影響でソーシャルディスタンスを守ったインスタライブの配信となります。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ、本日島崎さんに出演していただいたので、軽く自己紹介をお願いします。皆さんこんにちは、島崎遥香です。てんてんてん。さあ、そしてイエーイ自己紹介お願いします。はじめまして、ミスミーマイシャーリンのデザインの林田沙耶です。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は公式ミスミーバイシャーリンの公式ウェブサイトの方で6月の27日から販売開始した春コラボのご紹介を今日はしていきたいと思います。はい、ね、全部で2種類のワンピースと今パルがかぶってるツイードのキャスケットの2種類を今回コラボさせていただきました。これなんかずっと、あ、ひなも、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。疲れたらやめます、こっち。はい、2種類ね、コラボして、はい、彼のちょっとワンピースのポイントだったり、私のおすすめポイントをぜひご紹介お願いします。これは、雨でも安心な服です。イエーイ、やめるとない。こんな感じです。これなかなか、ね、雨でも安心、安心、今日にぴったり。今日もぴったり、ほんと。そう、これはなんか雨をはじく感じで、ここだけ、シャツみたいな、シャツですよね。シャツの生地、シャツとね、エナメルの素材で、そうですになっていて、パルが一押しのね、このカラー、パルが一押しのカラーで、一押しです。白黒のモノクロ感がかっこいいですね、一番。あ、やば、ファンデーションついてる。でもね、エナメルなんですぐ拭き取れば取れる素材なんで、かっこいい。なんか一つに結んだらかっこよくなるし、前髪とか上げて、でも可愛くも着れます。ちょっと撮影のやつ赤リップでこうかっこよく決めて、あの感じも可愛かった。すごい、なんか1枚で決まる服が欲しくてこれにしました。ねえ、すごい。しかもめっちゃスタイルよく見えるんですよ。そうなんですよ。なんか私で結構頭が大きいのがコンプレックスで、なんかなんだろうな、こっちだけなんかなんて言ったらいいか分かんないけどスタイルがとにかくあれなんですけど、でもここの上に、ね、そうハイウエストにしたことによってスタイルがよく見える。確かに。あとはやっぱここすごいパルがこだわった、この肩パフの部分もなんか効果に見えるポイントですね。かっこよくなりすぎずに可愛い感じになるかなと思って、なんかこのパフ感がすごい程よいんですよ。すごいボリューミーすぎず、でもちょっとパフッとした、パフッとした、パフッとした感じがちょうどよくて可愛い。あとここのなんか首のなんか長さとかもちょっとあれですね、こだわったというか、ね、ここ長すぎずでも首がありたいなっていう。結構最初作る時からハイネックのデザインしたいって言ってたんで、そうそんな感じです。でポケットもすごい大きいんで、携帯とかも入っちゃう。めっちゃもう全部入る。これ1個でこれ1着着ればそこら辺に行けます。もう財布も入っちゃいますか、ね、フラットかわいい、フラットおしゃれ、フラットおしゃれ。テーマはフラット
おしゃれです。でも他のカラーもすごい可愛くて、結構このカラーもすごい好評でした。これはもう一発で私がこの色だって決まった色、決めた色、ね、結構いっぱいある種類の中から、うんうんうん、もうパッパッて、ね、選んで、こうやってボタンもすぐ決めて、もうこれはこのカラーが可愛い、ザ・パルルって感じの色だと思います。可愛いです。撮影もすごい可愛くてカラフルで、そうなんです。でカラフルの中に黒のエナメルがあることによってなんかすごい締まって可愛いですよね。なんかしかもこれ裏もなんかこれもちゃんと裏もこうやってついていて全部に、なのでなんかしっかりしてます。ここもしっかりしてます。すごい高級感がある出来になってますね。イエーイ。こちらこのワンピースはなんかあの撮影の時みたいにちょっとなんかこうハッピーな感じで、うんうんうん、こうポニーテールしたりとかしても、はい、若い子にこれでプリを撮ってほしいんですよ。撮ってほしい。なんか双子コーデとかしてほしい。欲しいな。こっちはね、私結構このこれ推しなんですよ。これが一番人気っぽくて、はい、ギンガムチェックのね柄の大きさが違うんです、上と下で。こんな感じです。かわいい。はい、それは結構なんか大人ガーリーに着こなせるのがすごい私は好きです。そしてキャスケットもね、これはパルのこだわりで、白にはこのロープがついてるけど黒にはついてないんですね。ついてないです。が全然同じものに見えない。見えない本当に。な感じで、白はちょっとなんかさりげなくちょっとサックスグレーみたいな色が入ってて、ブルーにも見えるかな、淡い色。でも全体的に見るとホワイトっていうのが不思議なんですよね。わかるかな、ちょっとブルーっぽいです。こっちはこんな感じで、黒は本当にどんなコーデにも合わせやすいですよね。はい、はい、皆さんぜひ7月5日までオーダー販売してるので、あと3日、あと3日です。今日入れて3日です。さぜひぜひミスビーバイシャーリーの公式からホームページに飛べるので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、はい、ありがとうございました、はい、では続いて、私からパレに質問 Q&A をしたいと思います。イエーイ、はい、はい、ではじゃあまず、まあ、今回初のお洋服コラボということで実際に作ってみてどうでしたか？すっごい難しかったです。もうわけが分かんなくなっちゃうし、テンパるし、なんかその時いいと思っててもやっぱ今度はこうしたいとかああしたいとかがいろいろ出てきて、本当にさやちゃんはいつもすごいなって思いました。いやでも、ね、初めてなのにこの出来ってすごいですよね。難しすぎた、すごすぎる。でも本当パレが一つ一つやっぱファンに対しての思いが本当に強いんだなっていうのが私は今回コラボしてて感じてて、やっぱりファンの方の期待以上なものを作りたいっていう思いが本当に伝わってたのが印象的でした。私はもう本当に大変だった。これで最後だと思います。服を作るの分かんないけど、レアですね。大変でした。いやでも難しかった。すごいですね。しかも期間もねそんなに長くできなくて、なんか結構私トップスと何ていうんですか、ボトムスってなんか柄が違うのを結構普通になんかブランド違いとかでも着てたりとかしてたんで、なんか柄物が結構好きなので柄柄
派手なのが結構普段から好きだから、そういうところで全部ぐちゃぐちゃがいいなと思って確かに、なんか同じ形なのに全然全部違う種類に見えますもんね、うん、確かにすごいごちゃごちゃがいい。中国からもすごい、いろんな方がアジャハオ、アジャハオね、そうなんですね。でも本当にでもパル早かったもんね、もうすぐに浮かもうデザインパッて、パッて、そう、あともう絶対に首があるやつがいいなって思ったんで、あと最近年齢的にミニスカが履けなくなってきたんですよだから丈は短めじゃない方がいいなと思って、うん、ちょうどいい丈感ですね、しました。着やすい、本当に私も早く着たいです。イエーイ、はい、ありがとうございます。じゃあコラボアイテムを、今回このコラボアイテムを皆さんにどんな人かどんなところに着ていってもらいたいですか？でもなんか本当全然印象が違うんで、これはさっき言った感じで友達同士で来てほしいし、これはデートに来てってほしいです。あ、かわいい、完全に。でこれは女友達の女子会、女子会に来てってほしいです。確かにいろんな TPO に合わせて着れるのが楽しいかも。前職かとも全然なんか楽しそう。帽子はもういつでもどこでもって感じです、うん、しかも1年で使えるのがいいですよね、かわいい、うん、はい、じゃあ続いて、あ、昨日パルルームの YouTube 見ましたね。見ましたか、皆さん見ましたか。すごい可愛くて、私たちもね現場に行ったんですけど、すごいいい感じに仕上がって、もう私もパルルームいつも見てるんですけど見てるんですけど、実際 YouTube を始めたきっかけって何だったんですか？ YouTube を始めたきっかけは、なんか新しいことをやりたいなと思って、それの第1回目第1回目というか、自分の中でいろいろいっぱい、これも新しいことだし、うん、そう、新しいことを今年はいっぱいやりたいなと思って、その中で始めたことです。挑戦の年ですね。そうです、これからが楽しみですね。いろいろ新しいこと、すごい、韓国語もオンニー、オンニーってきて、にゃせよ、えい、あ、そうなんです、それ韓国語で。最後に私からちょっとお願いがあって、はい、パル韓国語すごい最近上手じゃないですか？上手じゃないです本当にすごい、勉強はちょっとしてます。 G 全部ね、わかるからね。ハングルは読めます。すごい、本当に。なのでちょっと最後皆さんに韓国語でちょっと自己紹介をしてほしいな。おにわせよしかないんですけどおにわせよ島崎あるかいみたくらいしかないんですよなんだろう、なんだろうな、選べん。もう一回。こんにちは。島崎あるかいむにだ。なんだろう。なんだろうな。ね、この照れてる感じがもうそれだけでちょっと十分です、ね。これくらいしか言えない感じになっちゃったけど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お世話になった。では、続いて、今ちょっと私いくつかご質問させてもらったんですけど、はい、続いては皆様から彼にご質問コーナーをしたいと思います。はい、なので皆さん多分たくさんたくさん聞きたいことがあると思うので、コメントでぜひお願いします。あるのかな。ミスミーバイシャーリーの方のアカウントにお願いいたします。あ、これで質問ってやつがあるんですね。あります、あります。インスタライブを全然やらないから。あ、すごいたくさん質問来てます。キャ
キャスケッター男でも行きますかってえ、でもこれいけない、黒とかすごい合いそう。黒だったらいけるかな、もう何も飾りついてないし絶対可愛い。いけるかな、男性の方。あ、ではじゃあ質問入っていきますね。はい、まずパルル最近何食べてる？最近は野菜まあ皆さん後で YouTube で分かると思うんですけど、ある企画をやってまして。あ、ある企画を。ちょっと野菜を食べてますそれはいつ公開ですか？分かんないです、まだ決まってないです。まだ決まってないから、はい、皆さん楽しみにしていてください。サゴシっぽいよ、買いますって。買いたいですか？サゴシっぽいよ。すごい、分かんない、合ってるか分からん、多分サゴシっぽいよ。はい、身長が低くても切れますかっていう質問があるんですが、やっぱり何センチ？私が158か9くらいです。あ、そしたら全然これくらいいけますよね。いけます。逆になんかもうくるぶしぐらいまでいっても絶対可愛いと思います、うんうん、長くても可愛い。ぜひみんなパルル姫もっとご飯食べるのじゃと心配してくださってます。最近作った料理は何ですか？最近作った料理、枝豆茹でた料理じゃない、料理じゃない。枝豆でもこの時期食べたくなりますもんね。帽子はいくらですかって。帽子は5000円。5000円、900、5900円、5900円です。この感じで5900円、安く感じちゃいます。サイズはフリーサイズです。ワンピはフリーサイズです。サイズ何サイズですか？お洋服どこで買えますか？ミスミ、あ、お洋服はミスミバイシャーリンの公式ウェブサイトで購入いただけます。あのプロフィールのところに URL が貼ってあるのでぜひチェックしてください。飲む気やーやこまーやあ、最近のお気に入りのリップありますか？お、リップはちょっとベージュです。今日すごい可愛い、そのリップベージュどこのですか？秘密です。秘密ですか？後で言います。後で教えてください。秘密です。でもベージュがハマってるんですね。そう、最近ベージュにハマってます。可愛い。あ、パルちゃん最近ハマってることはありますか？ハマってること、なんだろう、一人でいるいつもかいつも一人が楽しいです。一人でもハッピーです。一人でもハッピー一人で何してる時が楽しいですか？一人でお家布団に入ってることが楽しいですゴロゴロ、毎日ハッピーです。ゴロゴロ毎日ハッピーです。タイにいますけどどうやって買えばいいんですか？海外で購入可能ですか？海外購入は可能ですか？頑張ればえ、海外の方も購入できるでも、カードキャッシュ決済のみ、そうなんです、キャッシュだからそれがあればいけるんじゃないかな。どうだろう、ぜひぜひ。あ、おすすめのコスメ教えてください。おすすめのコスメはそのコスメによって違いますよ。でも韓国コスメを使ってることが多いです。あ、海外購入可能です。あ、海外購入可能です。海外購入可能だそうです。
もういっぱい来てる。靴は黒とか白とかシンプルな方がいいですか。これはどうだろう。私が靴を履くなら、なんかこの私が今着てるやつだったらなんかシルバーとか合わせるかな。こっちにすればいいのか。それだとシルバーとか合わせるかな。シルバーの靴と。でも何でも合うな。でも確かに黒が無難かもしれないですね。うんうん、無難なのは黒です。あとはなんかあえて白いスニーカーとか可愛い。確かに。可愛い。あとなんだろう。あとはでもまあヒールでも もちろん可愛い。色はね。でもなんかあえて赤とかも可愛いかも。確かに赤でも可愛い。リンガムチェックの赤可愛い。結構意外と何でも合うっちゃ合う気がします。これもカラフルだから何にでも合わせやすい、うんうん、こんな感じ。なんか帽子見せてほしいってコメントをいただいてます。帽子、帽子、うん、おこんな感じです。あ、アップにできるのか。あ、アップにできます。帽子2色展開に。はい、こんな感じです。かわいい。こんな感じです。キャスケット本当に使えるから、キャスケット本当に人気で。全身見せてください。全身はミスミ、ミスミさんのインスタの方で見てますが、キャスケットはゴムとかついてますか。ゴムはついてない。そうですね、ただ調節ができるように中に入ってるわ。絞れるようになってるので中にありました。調節可能です。可能です。もういっぱい質問ありがとうございます、ね、たくさん皆さんから。丈はどれくらいですか。どれくらいなんだろうか。丈は110cm。 着丈？着丈？着丈？110cm です。110cmだそうです。それぞれの、あ、これ面白い。それぞれのワンピースに合うリップの色はありますか。おお、でもこれは今私ベージュつけてて、赤リップも可愛かったですね。でも赤も可愛かったし、なんかこれはこれでも何でも似合うと思うんだよな。ベージュもいいし、ピンクも、ピンク系も可愛い。青みピンクとか可愛い気がします、うんうん、こっちは何だろうな。何でもなんかその人によるかな。めちゃめちゃ原宿系とかだったらなんかポップな色でも可愛いと思うし、でも全然普通、なんか私みたいに普通だよって人はなんかシンプル、でもシンプルな色の方が合うかな。でもあの撮影の時のオレンジメイクもすごい可愛かった。そうだ、ここがなんかちょっとオレンジなんでオレンジが合うかな。なんかこれとかはなんか黒のリップでもブラックのリップでも可愛い気がします。ブラックの感じで合わせても可愛い、うん、すごい。ウエスタンハットってなんだ。ウエスタンってカーボーイみたいな感じの、うん、ウエスタンハット合わせられますか。ウエスタンハット、なんかこれとかレトロな感じで着こなせた。カンカン帽とかの方がね、あのこのやつ合わせて可愛かったのある。うん、着心地はいいですか。着心地はここだ。ここが気になる人はいるのかな。どうなんだろう。私はなんか好きなんですけど、でも着心地も人によるよな。この首とかが嫌な人はもともと嫌かもしれないし、分かる。どうなんだろう。でも私も結構余裕があって首元は、だからそんな締まり、好き、なんかめちゃめちゃ締まってる感じはないです。うんうんうん、なんか腕も余裕があるんで。意外とエナメルって着心地悪そうに見えると思うんですけど、私着たら本当になんか軽いし柔らかいですよね。そう、軽くて柔らかくて、
こも余裕があるんで大丈夫だと思う。この本体エナメルの生地は心地いいですよね。そう、なんか締まりつけられてるって感じはないです。うん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 。あと150センチでも着れますか。150センチもいけると思います。いける、いけるそうです。スカートの、あ、そっか、スカート部分の生地は固めですかという質問もあったんですけど、これこっちとこっちはもう本当に綿素材なので柔らかくて、エナメルもすごい今もうパレが軽くて、そう、これか軽くていいですね、本当にさらっと着やすいです。着やすい。メンズの服とかデザインする予定ありますか。メンズはなぁ、わかんないなぁ。でもなんか、大きい T シャツとか、あかわいい、ダボっとした感じとか T シャツ作りたいな。じゃあ、コラボ以外の質問をちょっとだけ。はい。夏にやりたいことは何ですか。かき氷を食べたい。ああいいですね。何味好きですか。アボカド。アボカド食べたことない。かぼちゃ、なんか野菜系のかき氷が好きです。美味しそう。美味しい美味しい美味しいです。夏いいですね。夏っぽいことですね。すごい。いつから購入できますか。もうできます。もうできます。もうできていて、あと あと3日です。今日入れて3日なので、4月5日までです。はい。あと、なんかメロンパン食べましたかって。メロンパン好きだったメロンパン昔好きでした。結構食べてたんだ、うん、メロンパン美味しい。メロンパン。あと帽子かわいい、嬉しいね。帽子本当にかわいいんですよ。帽子おすすめ。はい、皆さんたくさんご質問ありがとうございました。ありがとうございました、ね、ぜひもう全種類すごい可愛いんで、4月5日まで、オーダー販売してて、で一応発送時期が8月の末から、8月の中から中旬から8月の末の発送予定なので、ぜひちょうどね遊びに行ったりとか8月出かけたりとかの時にぜひ来てください。来てください。お願いします。帽子もこれからたくさん使えると思うので、ね、結構2色替えの方とかもいましたよ。これ秋にもいいし、秋でも使える、もうずっと使える気がする。絶対可愛いです。秋でも冬でも、はい、では最後パレからじゃあ皆さんに一言。本当にお洋服作りたくて、それが夢を叶えてくれたミスミさんに本当に感謝です。もうそれに限ります。で、あとはこうやって皆さんにお洋服届けられるのがすごい嬉しいので、皆さんホームページ見てみてください。お願いします。お願いします。じゃあ今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうやって終わるんだこれ。オッケーオッケー。